水や土を祝祭に向けて、戦歴の討伐モンスターリストの豆知識を確認していきましょう。今はゾンビ系ですね。で、前回が、グレイトライドンってかな。今回はデスプリーストからになります。欲張りまみれて信仰を失った高名な司祭の亡霊。もともと、高名な司祭だったのに信仰を失ってしまったと。欲にまみれてしまった。敵軍に上陸を唱えて死した魔物を復活させる。悪しき神々を信仰させて人類に堕落の道を歩まんと日々邪教の教えを広める。悪の伝道師に休息はない。休みなく働き続けている。それが欲望を満たすことになるのかな？ねえ。それだったら、ねえ、邪神なんか信仰せずに、普通の、ねえ、被災をやってた方が、良かったような気もしますけどね。はい。で、リビングデッド。で、ドロドロの液体を吐き散らし、呪いをもたらすゾンビ。焼けつく息や猛毒の息を次々と仕掛けてくる。生きている人間が妬ましく、見ると襲わずにいられない。恨みこそは彼を動かすエネルギーの根源と言える。え、ドロドロの液体を吐き散らし、ドロよ、ん？あれ？はい。でも同じのを読もうとしてる。生きてる人間、恨みが、生きてる人間が妬ましい。恨みが、彼を動かすエネルギーの根源。まあ、なるほど。はい。ゴースト今日。桁違いの強さを持つ邪悪なゴースト。赤く鋭い眼光には、激しい殺意が宿っている。激しい怨念を抱き、すべての聖女を憎む悪霊。とにかく、妬みがましい、恨みがましい性格で、関わると大体そうする。まあ、あまり、関わりたくない相手だと。嘆きの亡霊。嘆きはついに憎しみとなり、命あるものを呪い続ける。魔力を覚醒させて放つドロワドは大いなる脅威。始まりの嘆きとは話して何だったの、何であったのか、今となっては思い出せず、ただ痛みだけが残っている。まあもう、まあ嘆きが憎しみになって、生きている人を呪うことが目的になってしまって、もともと何を嘆いていたのか、よくわからず、もうその憎しみを少しでも和らげるために、人を呪い続けると。いう風になってしまった。ボンバット今日ね、これもなかなかの思い出深いモンスターですよ。4616匹倒してます。桁違いの強さを持つ邪悪なボンバット。長く鋭い眼光には激しい殺意が宿っている。死んで骨にだけになっても、まだ魔王にこき使われる魔物。魔王に使える魔物には定年退職なんてない。死んでも、まだ戦わないといけないと。ボンバット今日はですね、大解決のブーツが、ブーツだったかな？下だったかな？あ、ブーツか。大解決のブーツが欲しくてですね、下だったかな？ちょっと、どっちか忘れたけど。サソリをやってる時ですね、スコルパイドをやってる時に、まあ、道具使いの、まあ、多分、移動速度の足かな。道具使いで、スコルパイドをやるときに、移動速度の足が欲しいなというので、まあ、ひたすら、やってました。
で、まあ、当時、ね、バージョン 5.1 で、起床獣、マイン細胞が実装された頃だったので、マイン細胞を集めつつ、まあ、結晶検索とかやりながら、レベルを上げながら、ボンバットを多数倒していた。で、結局、大対決のブーツの、移動速度9は出なかったんですが、6が出たのね。まあ、道具使いで、たどり、ちょっとやってましたが。まあ、今、道具使いでね、サソリ行くこと、なくなってしまいましたね。まあ、踊り子が多いよね。はい、まあ、そんな思い出の一品です。ちょっと、こうか。今見、死後の復活を信じていたが、亡者として蘇った。霊あるものを眠りに誘い、そのまま死へと引きずり込む。うん。マミーも結構、あ、これも懐かしいなぁ。これも結構倒しましたね。うん。マミーのまとう包帯は、古代王国系に作られたもの。通気性、伸縮性ともに抜群。忘れられた技術の産物だ。マミーはね、バージョン2の時代のレベル上げでよくやってましたね。バージョン2の頃本当に、レベル上げの手段っていうのが、試練の門をやるか、あと、まあ、メタキンだったり、ハグメタだったり、メタスラだったりね。まあ今、メタキンマーシュすら、キリンジとかゴーレムの方が効率いいだろうみたいな感じになっちゃってますけど、まあ、当時メタキンメダルもそんなにないので、アグレメタルコイン持ち寄りで回したりとか、そんな時代ですよ。で、そんな時代に、このマミーが結構、経験値いいぞみたいな話になってて、で、なので、この、舞踏家の、コーン、なんだったかな？すいません、ちょっと、手の祝祭とだんだん関係なくなってきますが、これね、舞踏家のコーンで、以前お話ししたと思うんですが、どれだっけ？これね、アポカリプスっていうのが、バージョン 2.4 だったかな。それぐらいの時に登場して、これが、光属性と闇属性の二属性攻撃だったんですよ。で、このマミーが、光弱点だったので、アポカリプスを装備した武闘家3人で、なぎ払いをすれば、一ターンでマミーを倒すことができる。ということでね。これ、真の魔女の森の墓場のところで、3体ぐらい出てくるんですよ。1シンボルに当たると3体出てくるので、これで、経験値が、まあ、1ターンで3000ぐらい。で、1体1700、1073なので、1ターンで3000ぐらい稼げるというので、まあ、当時これが、めちゃくちゃ経験値が稼げるぞっていうので、かなり流行ってまして、私も結構やってましたね。という、マミーとボンバットが懐かしい。まあ、ボンバットの方がね、たくさん出てきたの、ね、倒してますけど、
まあ、ボンバットは4体とか5体ぐらい出てくるね。で、マミーは、まあ、2体とか3体なので、あ、でもまあ、ボンバットの方がさすがにたくさんやったか。うん。マミーも結構ね、やりましたね。懐かしいね。という、うちの宿題に関係なくなってしまいましたが、まあ、今回はマミーまでで、次回は、コンキスタグール。何しましょう。では、どうもありがとうございました。